はいどうも、シノノンでございます。えー、ということでですね、今回はですね、あさって降臨いたします。えー、水の爆裂、アルマゲドン、えー。適正キャラ予想していきたいと思います。はい、えー、ということでですね、水の爆絶ということで、貴族性のキャラですね、とりあえず。で、貴、え、族、ー、性で、まあ、とりあえず星6に絞りましょう。まあ、これだけキャラがいますと、全部でね。 まず9六8体しかいないんだね。星6キャラって。既属性で。少ないね。あ、自分が持ってるやつでした。はい、すいません。ということで、図鑑で絞ります。はい。いや、252体。ちゃうわ。え ?111 体それでも111体。えそれは嘘でしょ。え、でもそうなんだ。へ<ー> <laughs> まあ、で、でなんですけど、 えー、アルマゲドンですね。写真見てもらった方はわかると思うんですけど、アルマゲドンの鍵穴。はい、鍵穴があります。で、鍵が刺さるんですよね。また、あ,あの、ラグナロクの時の二雷家内みたいな感じで。となると、まあ、もちろんですけど、まあ、まず、運枠は、こいつで間違いないでしょう。はい、シャンバラ。貫通、飛行、アンチウィンド、アンチ重力、バリア。えー、おそらくですけど、 力か重力のどちらかは必ず出てくるんではないかなと思います。でなんですけど、自分が、えー、思う方は地雷の線でございます。まあ、なんでかっていうと、もし重力メインてか重力しか出てこないってなっちゃうと、あのあまりにも強キャラがいすぎるんですよ。 まあ貫通に絞ってみるか、ほら。ね。ナインチンクラマとか。まあ、クラマは完全にシャンバラと被ってるんでいいんですけど、リボンとかもいけちゃいますし、ね。まあなんで地、地雷の面、地雷の線で来るんじゃないかなと思ってます。はい。でなんですけど、<laughs> 新ギミックでなんか自分の味方に当たる、当たるだけ攻撃力上がるだっけ なんで、おそらく貫通タイプが有利ですね。も、ま、う、あ、その時点で。ほぼほぼ貫通しかいけないと考えていいんじゃないかなと思います。はい。で、今ヒコ、飛行をマイスイーパー貫通の星6で絞ると、まあ、こんだけしかいなくなっちゃったということです。で、まあなんですけど、うまくシャンバラじゃないですか。でその後に、シャンバラ以外にもし輝いてくるのだとすれば、 グラマです、はい、グラマただですねこいつの SS がメテオじゃないメテオっぽいんですけどメテオじゃないんですよでこいつ潰すの簡単で SS が地殴り地殴りっていうか砂ぐりか砂ぐりの倍率の恩恵を受けないんですよ、まあ、なのでもし味方に当たってからカーンって一発しかそのダメージ与えられないみたいなクエスト まあ、目面ともにで、ね、地雷持ってる時しか殴れないみたいなもんですよねああいうギミックが来た時にこのクラマの SS っていうのは完全に死に SS なんですよねなので、まあ、クラマを連れていけなくなるとそれでいけるけど、まあ、最適ではないよとなるんですよでも同じ理由でタンポポこいつス屋もいけると思うんですけど SS 爆発でえこちらもえ砂、ー、堀ではないとなのでこいつも潰されるとそのギミックがあることによってはい じゃあどうするかってなると、このキャラですよ。クーフーリまあ、こいつでしょ、多分はい、クーフーリ攻撃力アップもあるしね、しかも。で、もしまあなんか、地雷以外にちょっと重力とか出てきたとしても、この、オールアンチショットで、防げたりとか。まあ、アンチ重力持ってるからあれなんだけど、ワー,ワープとか出てきたりとかしても、こいつの、あの、 ランチショットで回避したりととかかできるんじゃないかない思ってますただですね一つちょっと懸念がありましてこのキャラクリティカル持ってるんですよねうんでもし SS でつなぐり倍率がかかってて一発しか殴れないようなその一発で火力出すよみたいなもしクエストだった場合にこいつが SS 打ってその一発目でクリティカルなんか出てしまったらおそらくですけどワンパンしちゃうんですよね で、それどうするんだろうって考えたときに、じゃあもしかしたらこいつじゃないのかなっていう、クー,フーリンじゃないかもしんないと思ってきて、まあでもクリティカル持ち持ってるモンスターなんていくらでもいるからさ、どうとはあまあ一概に言えないんだけど、<laughs> こいつもクリティカルだしね、ただメテオだからあんま使えないかもしんないねって感じで、でまたランダでこいつが強くなってくるのかなって思ったりとかもしてて。 結構強いんじゃないかなと。でちょっと気になってるのがこいつっすね。こいつを使われなかった感半端ないんでよ本当に。でこのランダシフットバスっていう固定ダメージでもしかしたらやれたりする敵が出てくるのかもしれないなとかって考えたりとかして。でまあパールマインスイーパー L で殴っていくみたいな感じっていうのも。 結構想像ついたりとかしててとりあえず地雷とと味方にに当たったたっ倍率ででなななんんか攻撃しろみたいな感じになると思うんですよね今度のクエストを作るのがメメントモリを作った人と同じらしいので、まあ、そのような考えにしてくるっていうのも全然不思議じゃないかなという感じですでもし貫通だけじゃないって絞った時に反射も入れるとこの辺とかも全然怪しくなってくるんですよね超学界。 であいつ自体が魔人の可能性も全然ありえるんでこの超破壊獣神化がめっちゃ輝いてくれるとかいう可能性も楽にしもあらずということですこいつもかなり怪しいあのこいつの曲作った人がめっちゃ嬉しいってかラッキーになるクエストとかにもなったりするのかなって思ったりしてますそうだねそれぐらいかな でもしですけど飛行重力っていう線で来た場合っていうのも考えてて一応ただこっちの場合はキャラが本当に少ないんではいまあどうなのかなっていう感じはするんですけどまあこの辺ねマモンとかが来たりとかするかなとかってちょっと思ったりも。 してますただロビー無双しちゃうよね多分そうしたら壁にさガン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 触れて最後に一発ドーンとかさだからなんかしてくるんじゃないかなと思ってます <laughs> 一つあるなと思ってるのがスピードダウンウォールかなあれつけてきてその一発しか殴れないようにするっていう強制的にねもう一発しか殴れないようにしたりとかして そういうういいいいギミックととかかも来るんじゃないかなというふうに思っておりますはい、でまあ最後にまとめですけど、まあ、とりあえず自分の初見初見というかまあこんな感じでいくかなっていう初見、まあ、初見だね初見こんな感じでいくかなっていうのが、まあ、シャンバラですまずシャンバラでこいつこいつですねはいまあ自分これでいくかなとちょっと弁慶が輝いてなさすぎるんで でシャンバラと同じアビリティ持ってて、一番輝いてないこいつなんで、まあ怪しいかなとちょっと、これ使えたりすもしかしたらね、もしかしたらここで来て、重心化してとかかも、あるかもしんないなって思ってます。クーフリンはまあ、多分こいつが土敵になると思うんで、それ信じて連れていきます。ただこいつはちょっと強すぎるかなって。爆 <laughs> 裂に関しては強すぎるかなって思っちゃう、ま、思ったりもするんで、 ちょっと半信半疑なとこあるんですけど、こいつがハマって、まあ実は簡単な、意外と簡単なクエストに仕上がってたりとか、っていうのも、まあ、周回する身からしたら考えたいなと、そう思いたいなという部分もあるんで、工夫に連れていきたいと思います。はい、ということです。えー、2日後にね、あのー、アルマゲド降臨するんで、えー、皆さんも一緒に頑張りましょう。初日勝てるようにね、したいね。 ラグナロク初日勝てなかったからね。で、初日以降予定があっていけてないんで、ラグナロクまだ未処置なんですよ。なんでそんなことならないように、ちゃんと初日で勝ってね、ゲットしたいなと思います。はい。えー、ということで今回はアルマゲドンですね。爆絶アルマゲドンのギミック。